ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がフェラーリ488ピスタ2020年式8300キロこちらの車両になります。車両紹介の前に藤川さん、はい、物の新色が何あそう結構ね本当に最近忙しく過ごさせていただいておりまして。そうですね、タイヤホイール交換だったりだとか、はい、カスタマイズいろいろご用命いただいて、はい、ちょっと置き場所がなくだんだん迫ってきてるんですけれども、ね、はい、はい、ご了承くださいませ。というわけで今回ピスタの紹介なんですけど、はい、ボンドチャンネル車両紹介は初登場かもしれないです、うん、そうでしたっけ、うん、488は何度かご紹介確かさせていただいたと思うんですけど、してますね、在庫車両としてご紹介させていただくのは今回初ということで、うん、オーラ違いますね。圧倒的な迫力とめちゃくちゃ雰囲気ありますね。ありますね。なんか写真とかで見る機会は結構あるじゃないですか、うん、はい、まじまじ見るとやっぱりもう全然別格だなと。確かに。で最近よく耳にする機会もあるんですけど、うん、なんか結構相場とか動いてる感が割とある感じなんですか、うんうん、そうですね。なんか意外とそのスペシャルモデルの中ではマイナーな感じのイメージがあったんですけど、なんか最近は見直される機会が多くて、やっぱり改めて素晴らしい車だっていうのが認識されて認知されてっていうところもあって高値安定になってますね。なるほど、うん、相場感に関してはこれ過去何度も土方さんも説明してますけど、うん、ちょっと難しいところがあるのかなと、うん、この安い車が売れて、うん、残った車で高くなってる場合もあるし、ありますね、はい、で特に車がめちゃくちゃ少ないじゃないですか、はい、で限定っていうわけではないんですけど、うん、なんか期間限定受注みたいな言い方ですよね、はい、ただ、うん、誰でも注文できたわけじゃないんで、そう結局その枠もかなり限られた中ということで台数がかなり少ない、はい、今日時点で中古車情報サイトも十数台ぐらいしか出てないという、うん、まあ、希少なお車になってくるんで、はい、まあ、その相場感もそれだけではおそらく語れないと思うんですけども、うん、最近割とこう注目されてるのかなっていう感じがあるかなと、はい、そしてですね、うん、僕が今更説明するまでもないと思うんですけど、はい、ざっくりピスタの概要を、うん、はい、まあ、要は 488GTB のスペシャルモデルですね、はい、でやっぱりモデルの後半に出された2018年のジュネーブモーターショーで発表されたお車ということで、はい、でもうすごく簡単に言うとパワーアップ、うん、はい、専用外装、うん、軽量化、うん、ダウンフォース、うん、アップ、うん、そしてそもそものこの488ピスタのピスタっていうのがサーキットっていうイタリア語で意味みたいですよ、はい、なんでそれに直結したもうレーシングなモデルということで、はい、それではエクステリアデザインから見ていきたいと思います、はいはい、今回も私の POV 視点と土方さんの手持ちでご案内します、はい、でまずエクステリアなんですけど、うん、なんといってもこれデザインですよね、はい、レーシング直系のエクステリアデザイン、うん、そうですね、というわけで CFRP、うん、ドライカーボン多用ということで、はい、これ資料改めて見直したら、はい、前後バンパー、うん、そしてボンネット、はい、そしてリアスポ、うん、この辺が全部ドライカーボンになってると、はい、そしてバンパーももう専用形状ですもんね。そうですね。これ結構なかなかえぐいですね。えぐいです。改めて見ると、はい、このダクト S ダクト、 S ダクト、これ実はそうダクトなんですけど、これ内側見るとちゃんと凹凸があって、これも気流を計算してるらしいです。あ、流速を。そうなんすか、はい、これで流し方 と、はい、サイドに流す、真ん中通すっていうので、こういう形、あ、出っ張ってるわけですね。そう、出っ張りがここまで考えられてるんです。なるほど、はい、というわけで前側のこのバンパーのこの中央から取り入れたのをボンネットの上から出す設計になってると、うん、だから通常の 488GTB と全然スタイリングが違いますよね。そうですね。488ってこう上にちょっととんがったデザインで、はい、下のスポイラーがこう浮いてるようなデザインでしたけど、はい、これはもうバンパー一体になって、うん、この特徴的なボンネットになってると、はいはい、で今回の車は外装カーボンパーツもたくさんついてるということで、はい、前回りも、うん、このサイドもカーボンが一通りついてると。そうですね。だいぶ豪華ですね。だいぶいいですね。そしてもうピスタといえばこのセンターストライプじゃないですか、はい、でこれいろいろなんか市場の記事とか見たら、はい、稀にストライプが入ってない個体もある。あ、そうですか。らしいっす。へ、まあ、この辺の車なんで、まあ、いろいろその特注できたりするじゃないですか、はい、というわけで入ってない個体もあると思うんですけど、うん、市場ほとんど入ってますよね。そうですね、はい、
入ってないの逆に見た時ないです。あ、本当ですか、はあ、海外なんかだと稀にあるみたいです。ありますか。あ、なんか日本にもあるんじゃないかな多分。あ、でこのストライプが、うん、あのステッカーじゃなくって、はい、こちらの車ペイントということ で、 そうです、ね、はい、凹凸がない、はい、こちらの処理がされていると。そしてあとは、ね、この辺重要なのは、うん、プロテクションフィルム、はい、今回のお車前回りがしっかり貼ってある感じですよね。はい、そうです。というわけで、うん、フェンダー、バンパー、ボンネット、はい、あとそれに続くところとしてこのミラーと、うん、そう、ドアミラー、サイドスカートまでは貼ってあると。貼ってあります。はい、こんな感じの前回りになっております、はい、あとリアバンパーとリアディフューザー周辺も貼ってあります。あ、なるほど、はい、じゃあもうその貼っておいてほしいところは貼ってある感じですね。貼ってありますね、はいはい、そしてこの視点だと見えないんですけど、はい、他にもいろんなその空力の技術が取り入れられてて、うんうん、4パッパのそのチャレンジ、もともと車自体がそのチャレンジとか GTE から来てる車ですからね、そうですね、はい、チャレンジ由来のアンダーボディ、うん、そうですなってたりとか、はい、この後ご紹介するリアのディフューザーに関しては、うん、あのラフェラーリベースの FXX-K、はい、うん、これの由来のリアディフューザーになってたりと。そう、 GTE と共通、ほぼ共通だと思います、はいはい、なのでもう見た目以上にもう見えないところもそのレーシング直径の技術が備わってると、うん、はい、で各部軽量化とこのダウンフォースアップによって、まあ、具体的に言うとマックス90キロぐらい、うん、車重も軽くなってダウンフォースもなんと 20% アップしているそうです、うんうん、そして空車重量が1385ということで、はい、驚異的ですよね。軽いですね。ただ車検証の数字と合ってるかどうかはちょっとまた別の問題、まあ、微妙なんですけどね、はい、一応メーカー公表してる、はい、重量でいうと1300キロ台、はい、そしてもう一つ重要なところといえばホイールじゃないですか、はい、時々カーボンのオプションのホイール装着してる個体もありますけど、はい、こちらは20インチのそうですね単造のアルミのホイールになってると、はい、そうです。でこれがこの後見ていただきますけど、はい、オプション一覧見たら、うん、はい、ゴールドって書いてあるんですよね。そう、元々がゴールドの設定のお車ですね、はい、なので前オーナー様がペイントされたことということで、はい、まあ、これあの必要であれば、はい、再ペイントなんていうのもできるんでご相談いただくと、はい、ただ黒大バッテンじゃないかなっていう、あの別にイメージは悪くないですね。そうですよね、はい、かなりイメージ的にはいいのかなと、うん、まあ、この辺細かいところもお好みで、はいはい、プラスアルファもできますんでご相談いただくといいかなと。 そうですね、はい、そしてフロントのブレーキといえば、うん、キャリパーいろいろ色が指定できますけど今回の車はイエロー、はい、そしてサイズが改めて調べたら398パイなんですね、うん、なかなかやっぱり大きいこちらのカーボンの、ね、はい、こちらのブレーキ、そして今回気になるリフターもついてるんですよね。はい、ついてます。この辺欲しいですよね。もう必須ですね。で特にカーボンパーツ高いので、はい、うん、はい、こんな感じで、はい、そしてあとはこちらこのフェンダーのこのダクト、はい、こちらもカーボンになってて、はい、ここラジエーターだけになってるんですね。はい、ピスタになると、うん、このエアーの取り込みじゃなくって、はい、これ覗くと分かるんですけど大型のラジエーターだけになってると、はいはい、そしてじゃあ空気どこから吸ってんのっていうことなんですけど、はい、こっちから吸うですねように再設計されてると、はい、このリアウィングの前、うん、そうですね、はい、なんでエアーの取り回しがごっそり変わってると、うん、でストライプは前から後ろまでこうつながるように、はいはい、入っております。そして後ろに回ってきまして、はい、後ろもこんな感じで先ほど触れた大型のディフューザーと、はいはい、こちらもカーボン、これ結構、皆さんぶつけちゃったり、そうですね、多いですよね、はい、でプロテクション貼るケースなんかもあると思うんですけど今回はプロテクション施工されてないんですよね、はい、フェンダーのリアディフューザーのこれ端のところは貼ってあったと思うんですけど、はいですね、こっち側は下の方とか真ん中の方は貼ってないですね。このサイドのところだけですね。で特にリフター使うとこのシーソーみたいにこう後ろが下がっちゃう、はい、ということで、うん、これはかなり気をつけていただいた方がいいのかなと。そうなんですよね、はいはい、そしてあと全体的には今回の車かなり程度がいいですね。いいですね、はいはい、まあ、走行距離も1万キロ未満ということで、はい、コンディションもかなりいいこちらの個体になっております。はい、続いてインテリア見てみたいと思います、はい、もうインテリアもエクステリアと同じイメージというか、うん、そのままレーシー軽量、ね、はい、確かにというわけで、はい、中見てみたいんですけれども、はい、これ初めて見る方は結構びっくりされますよね。何をですか。このカーボン盛りだくさんの内装と確かにこのカーペットもない、はい、吸音材だったりとかっていうのもないこちらの内装になってると、これパッと見なんかこう、はい、
アルカンターラ対応されてて、うん、まあ、488よりこうレーシーな感じだなっていう風にも見られなくはないですけど、はい、よくよく見ると、うん、このドア張りが全部軽量のカーボンになってたりとか、はいはい、でその他、うん、もうカーボン盛りだくさん。そうですね。そして一番びっくりなのが、うん、この椅子の隙間から見えるフロア、はい、ああこれカーペットもないんですよね本当です。アンダーコート的なのもないですよね。ないですね。ほぼないですよね。ほぼないですね、ここから見る限りだと、はい、というわけでもう本当にレーシングカーに一応内装がついてますっていう、はい、でなんか本国だとなんかロールケージつけてるオプションもあるんですか、うんうん、あ、それもなんか出てましたよ。ピスタで、はい、まあ、後ろにこう U の字のあれだけですけど、はいはいはい、本当にだから走るために生まれてきた車。確かにね、はい、そしてシートも当然軽量のシートになってると、うん、カーボンタイプので調整はこれ手動っすよね。手動です、はい、手動ですけど無段階なんで、はい、いいですよねこういうの。確かに確かに細かく、はいはい、というわけでこの後乗ってみたいと思います。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 3902cc V8 ツインターボ、はい、もちろん488ベースなんですけれども馬力の方がググッと50馬力もアップしてまして、すごい、なんと720馬力、トルクの方が770ニュートン、はい、これあの出た当時は最もパワフルな量産 V8 のフェラーリだったそうです、はい、そしてですね、うん、よくこう488のパワーアップバージョンでしょみたいな見方をされることもあると思うんですけど、はい、なんとですね5割のパーツが新設計らしいです。そうですね、具体的に言うとそのカムのプロフィールなんかも当然違います、はい、違いますし、まあ、あとはターボの制御がかなり大きく違うみたいですよ。そうなんですよ、もともと純正で IHI のターボがついてるんですけど、はい、それをさらにリファインされている、あとはコンロットがチタン製でさらに軽量化されている、はい、その他諸もあるという情報でした。あの僕が調べたところを全部読まれてあの言われてしまったんですけども、はい、ターボ自体もそのタービンのなんか回転数を計測して、うんうん、あの左右合わせるような制御をしてたりとか、はー、はい、そういうこともやってるみたいです。なるほど。でこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT、うん、なんですけど当然こちらも進化してると。そうですね、はい、でフライホイールなんかも軽量のものになってる、うん、でですねエンジン単体でマイナス18キロ、すごいね。同じエンジンでですよ、はい、違うエンジンとかなんか大幅にこう変えてるんだったら分かるんですけど、うん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 、ベースの進化版なのに18キロも軽量化されてると、うんうん、というわけでそのおかげでウェイトレシオがなんと1キロ台です。素晴らしい。 1.78 キロ。すごい。びっくりっすよね。怖いな。要は1馬力に対して1キロ 1.7 キロだけ、はいはいはい、動かすような感じなんで、はい、まあ、運動性能で言ったらもうこれ以上にないぐらいの運動性能が備わってると。で、ね、はい、で0100 2.85秒、あの3秒切っております、はい、あのノーマルの488が3秒ジャストなんで、はい、さらに速くなってると。ただここから先って、うん、結構トラクションなんかも影響してくるかなと。確かにそれはありますね。なので FR、うん、MR、うん、で、まあ、もうほぼほぼ限界の数字なんじゃないかなっていう。でこちらなんとマックス340キロということで、うん、はい、名古屋環状でちょっと限界まで踏んでみたいと思います。はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。行きましょう、はい、で内装の紹介だいぶ省いちゃったんですけど、はい、ちなみにグローボックスもございます。グローボックスないですね、はい、だと基本的には 488GTB と一緒ですもんね、うん、そうです。グローボックスないの結構痛いなと思って。確かに、はい、収納がほぼ、はい、ないんですよ。走りを全力で楽しむ車なんて。そうですね。そしてですね、はい、あの今日午前中ランボを乗らせてもらって、うん、はい、いいですね。でお迎えに国産車乗って、はい、でこれに乗ったら、はい、あの頭が一回切り替わるまで、はい、押せないっすよね。わかります。わかる。ランボも一回頭が、あ、ここだったってなるまで、ね、はい、ウインカー出せないじゃないですか。確かに。ちょっとそこだけだなっていう。投げます。はい。うわ、めっちゃいい音してる。いいね、はい。そしてですね、うん、ピスタといえど、はい、将来こうベタベタになるのかなっていう雰囲気を感じてしまいます。そうなんだよね、はい、ちょっとそこがね、まあ、車新しいんでしばらくは多分大丈夫だと思うんですけど、はい、はい、じゃあ行きます。はい、行きましょう。はい、さすがにちょっと車は車なんで、うん、ブーンって走らせていただくのは、はい、
私初めてでございます。はい、いやもちろんその回送でとかちょっと車動かしてとかってありますよ、うん、高速乗るってまあまあなくないですか。ないですね。よっぽどお客様でその自走でもういいですよっていうケースだったりとか、はい、そうですね、まあ、あとはなんかその、まあ、でも距離が距離になっちゃうんで、はい、ちょっとした移動とかでも積載車がスタンダードじゃないですか。そうですね、この辺は基本になります。まあ、あまり乗らせていただく機会がないので、うん、今回ちょっと初試乗ですけど、はい、そしてですねシートは、うん、ものすごくホールド性がいい。いいですね。あの今日ちょうど午前中あのランボ鳴らしてもらったって言ったじゃないですか、はいはい、あのランボのシート僕座ると、うん、背中はガバガバで、はい、お尻はぴったりっていう、はいはい、それと比べると、うん、これあのお尻もぴったり背中もぴったり、ただめっちゃ硬いっす。あ、そうですね、これウレタンめっちゃ硬いっすよね。硬いっすね。乗り心地っていうか座り心地がいいかって言ったら、うん、いいなだと思います。うん、そんなことないと思います。あ、そんなことない。はい、まあ、そうですか。ただ車とちゃんとこう何ですか、遊びなくつながってる感じがする、はい、それはありますね。はい、いや、いいな、 LED ステアリング入ってて、うんうんうん、はい、最高です。です。はい、あとなんすかね、音やっぱりあれなのかな、うん、そんなに乗り比べたことないんでわかんないですけど、はい、よりダイレクトな感じはするっす。そうですね、やっぱり音も聞こえるし、うんうんうん、はい、レスポンスも全然いいし、はい、はい、それでは参ります。はい、お願いします。取締りエリア外です。あ、これ今、うん、そっかレースになっちゃったけどレースでいいですか。まあいいですよ、どうしても、はい、参ります。はい、モードレースで。はーい、はやはやはやあのー、思ってたのといい意味でめちゃくちゃ違う。そうですか。はい、ちょっとあの沖の時も、はい、沖の撮影の時もちょっと言ってましたけど、はい、キッチンもトラクションが心配だねっつって軽いから、はいはいはい、まさにそれ出ちゃいましたね。そうですね、トラクションがなかなかかからなかったり、でもそれをうまく制御するっていうのは絶妙でしたね今ね。いやすごい、はい、でもいろんな資料に書いてあったんですけど、はい、あのそのメカニカルな部分、うんうん、エクステリアとかエンジンとか、はい、そういうのもそうなんですけど、うん、制御がものすごい進化してるらしいですよ。ですね、もう全然あの、うん、あれだけ凶暴な加速して、うん、もう破綻寸前のところなのに全部車がこう、はい、そうものすごい速さでこうまっすぐ行かせようとする、制御してくれるっていう、最速でね、最速で前に出そうとする、これすごい感じますよね。だそれ必要ない人はまあこれ回してもらって、そうですね、はいはい、できちゃうっていう怖いですけど。そしてですねこれ下道乗ると全然違う、はい、うん、あ、下道じゃない、高速乗るとこれ全然違うっすね、はい、別物、うん、なんか僕今、はい、あの助手席に乗ってるだけですけど、そのインプレッションとかで記事を書かれてる方のちょっと読ませていただくと、やっぱりこう前後のすごく縦の方向とか、はい、としっかり制御されてるみたいな、トータルでいいよっていうの、あのブレーキ制御も変わってるらしい。そう、すごい分かりますね、アクセルのオンオフで。だこういう動きも、うん、こういう動きも、うん、こういう動きも全部その制御し直してるらしいです。すごいですね。さっきだから本当に高速乗るわずかな間だったんですけど、うん、ノーマルのその 488GTB とのその違いって、うん、まあまあ表紙抜けするぐらい、うん、そんなに劇的に違わないなと思っちゃったんですよ。はいはいはい、はい、まあ、シートとか違うとか音がすごいダイレクトとか、うん、まあ、細かい違いいろいろあるんですけど、はい、高速乗ったらもうまるで別の車っすねこれ。確かに、とにかくすごいこうダイレクト感というかソリッド感。そう、ソリッド感だよね。もう車と本当になんか運転してるっていう、繋がって走ってる感じがすごい、うん、本当にゲームみたいな感じ、うん、でも全部ダイレクトにこうステアリングにもこう返ってくるし、うん、シートとかお尻からこう返ってくるものもあるし、うん、
これすごい。これはすごいわ。いや、これちょっと評価されるの分かりますね。そうですよね。別格っす。うん。なんか結局、その、細かいうんちく言ってもしょうがないですけど、458から488に変わって、フェラーリのデザインチームというか、はい、デザイン部門になったじゃないですか。はい、それでなんかこう、いろいろ揶揄される部分もあったりとか、いろんなことがあったけど、でもやっぱり、まあ多少デザインの時はね、488出始め言われましたけど、でも車の本質っていう部分で考えると、フェラーリってちゃんとしっかり向き合ってるというか、考えてるというか、だから出来上がるとすごい車だよね。これはすごい。いや、確かに488になった時にちょっと変化が大きすぎたかなっていう。急にターボ化されて、はい、で、エンジンも変わって、で、デザインも、まあ、違う、スピンファリーナからフェラーリのデザインになったりとか。はい、最初、こう、ちょっとあれで、ちょっと思ってたのと違うなっていう方が多分いらっしゃったと思うんですけど、うん、やっぱり向いてる方向あんま変わんなかったなっていう。そうだよね、うんうん、確かにそれは分かります。すごくで僕全然 F1 詳しくないですけど、はい、そのレースとかってレギュレーションってめちゃくちゃ詳しあの厳しいじゃないですか。ですね。だそれに合わせて車作ってるのが、はい、なんかそのままなんかその市販車のそのレギュレーションといったその法律に合わせて、はい、うん、もう一番のものを作ろうとしてんだなっていうのが。そうだよね、うん。だってあれじゃないですか、そのさっきの話ちらっと出ましたけど、488だったらね、レースのカテゴリーで言えば GT3 だったりとか、はい、GTE だったりとか、そのチャレンジだったりとかっていういろんなあのメーカーとしてメーカーのその一部門としてそのレースをやってるわけですから、そういうなんていうの、市販車ベースとしてもずっとやり続けてるわけですよね。フェラーリは、フェラーリってこう脈々と歴史を作り続けてるっていうところは素晴らしいなと思いますね。ずっとレースやってますからね。ずっとやってます、はい、はい。フェラーリの映画見ましたよ僕。まあ僕まだ見てないですよ。いいな。僕実はあの飛行機の中で日本公開前に見たんですよ、うん、えーはい、たまに見れるじゃないですか。見れるね、はい、あれでたまたまフェラーリのやつやってて見ちゃった。あらずる、はい、そうなんだ、はい、いいな。これは最高な乗り物です。最高ですね。なんかほんのわずかなこのロール感がありつつ、でもこう制御されてます感があまりないけど、なんか上手くなっちゃった、自分が上手くなっちゃったみたいな。そうですね、そうですね、すごいね、はい、なんか当たり前の言い方ですけど、だこれちょっと僕のこの語彙力では、うん、説明がめちゃくちゃ難しいっす。ですね、僕もそうなんですけど、特にそのメーカーの突き詰めたモデル、うん、マクラーレンで言ったら LT モデルとか、ポ、はい、ルシェで言ったら RS とか、はい、フェラーリで言ったらこのスペシャルモデル、はい、やっぱり全然やっぱ違うんすよね。そうですね。いやこれめちゃくちゃなんて言えばいいんだろうな。まずステアリングフィールはもう、うん、独特って言えば独特っすね、うん、またその辺と違うマグラーレみたいにちょっと来たらちょっと動くっていう感じじゃないっす、うん、絶妙なこの遊びがあって、うん、思った方向に行くっていうか、うん、なんかこれって458からなんとなくこういう傾向じゃない、はい、フェラーリのハンドリング、なんか僕はそういう気がします。この重さもすごいこう絶妙なんですよね。あ、いい感じですか。はい、すごい手応えがあるステアリングです。あ、で、あとはそのタイヤの転がってる感じが分かるぐらい、なんかダイレクトにその伝わってくるっす。インフォメーションがしっかり伝わってくるんですね。すごい。あとこのシートのお尻がすごいんだよな、うん、何なんだろうこれ。何すごいってどういうことですか。なんかこうシートの剛性がすごいからですかね。うん、剛性はすごいよね。なんか車のお尻が動いてるのをこの自分のお尻で感じられるというか。ああ、言っと、ああそういう。わかります。あ、わかります。全部直結されてる感じ。ああ、わかります。確かに。全部シートと車のそのお尻の部分とエンジンがなんか全部直結されてる感じの。うん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 、うん。こういう動きもわかるし。うん、ださっきのその加速の時のトラクションのその制御の時も全部こう感じられながら。うんうん、これすごい。すごいね。すごい。
あとそのステアリングはもうしっとりしっとりっていうか適度に重いんですけど、はい、コーナーで切り込んでいくと、うん、フロントがこうスッて入るのが、はいはい、いやー気持ちよすぎる、うん、これはやばい。なんかこんな興奮してる土久しぶりに見ましたけど、いや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 、めちゃくちゃいいっす。ほんと、はい、あとはなんかそのやっぱりそのエモーショナルな部分の演出がすごいうまいなと思うんですよね、はい、あ確かにね、本当に、うんうん、だって乗っててそのドライバーにそのちゃんと楽しいって感じさせたりとか、はい、ワクワクさせるじゃないけど、うんうん、この音だったりだとか、はい、振動だったりだとか、うん、演出だったりとか、うん、フェラーリって結構そのもう作ってない車のホームページも残ってるじゃないですか。はい、残ってますね。あのピスタのホームページ見ました？あ、見てないです。もうめちゃくちゃかっこつけたホームページじゃないですか、うん、エンジンの紹介だけで、うん、なんかあの映画のオープニングみたいな。あ、そんな感じなんですか。後でチェックしよう。ああ、映画のオープニングの音楽みたいに流れてエンジンがドゥーンみたいな、うん、はいはい、はい、でこうなっててみたいな。あ、こんなの絶対好きな人じゃねえと興味ないだろうっていうのが、うん、こう駅前がインコネルになってますみたいな。はいはいはい、はい、めちゃくちゃかっこつけて、うんうん、いいですね。なんかこう例えば自分がこう所有してどんな車でもいいですよ。その所有しているじゃないですか。で乗るじゃないですか。家ご自宅に帰るじゃないですか。ガレージでも駐車場でもいいですけど、やっぱり降りて車から離れる時にこう二度見する車に乗りたいんですよ僕。はい、また乗ろうみたいな、はい、もうちょっと乗ってたいいか今日はいいかみたいな。だからそういう車、これもそうかなみたいな。そうですね。ああ、もうだから降りた時も乗る前も、うん、なんかちゃんとそのフェラーリの世界観を楽しめるというか。はい、だ本当に所有するだけでも、うん、本当に喜びがある車だなと思うっす、うん、ただ今日ピスタ乗らせてもらって、うん、これはちょっと乗ってほしいね。もうガンガン乗ってほしいっす。そうですね。日本特に乗らないじゃないですか。はい、だ今この円安で結構海外からも、うん、オファーがあったりとかしてるみたいですけど、はい、車種によっては特にこの辺の左ハンドルのスーパーカーとか。そうですね、はい、びっくりしてるみたいですよみんな。海外勢は乗らないから、はい、こんなにコンディションの車があるのっていう。まだピスタ新しいからじゃないですか、はい、けどもうちょっと古めのやつでもすっごい距離薄のが出てきたりとか、うん、そうですね、コンディションも良かったりするんで、うん、これはちょっと乗ってほしいな、うん、これがでも本当にガンガン乗れたらめちゃくちゃ幸せっすね。いやーすごく最高ですよ。ちょっとワインディング行きたいですもん。行きたいね本当。で名古屋環状なんで、うん、まあ、言っても制限速度してれてるじゃないですか、ね、もうこの先があるのが、はい、もうめちゃくちゃ分かるっす、はい。でも単純な比較で言うとさ、はい、この車のロードノイズって考えると、はい、まあ、ロードノイズちょっと普通の車より大きいですけど、はい、でもポルシェの GT3 の方がもっと全然うるさいじゃないですか、はい、これ全然それっすね。それだ、うん、普通に乗ってられるレベル、はい、うん、方向めちゃくちゃ体育会系なんですけど、はい、そこまでじゃないんですよね。なんなんですかね。なんだろうね。だってタイヤカプツじゃないですか。そう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 。あのパチパチパチみたいな音ないし、うん、バキバキバキみたいな音もないじゃないですか。ないね。もうポルシェなんてもうパチパチグキグキ言って、うん、とんでもない速度で、まああれはあれで全然いいんですけど、はい、あれも大好きなんですけど。いやいやもう本当僕も両極端ですけど、どっちも好きです。はい、なんか意外とこう感じないけどフェラーリの方がデジタル化推進みたいな車なのかな。でポルシェの方は感じ方としてはアナログ寄りみたいな感じ方はありますよね。ゴリゴリバキバキみたいなイメージがあるんで GT3 って演出されてんすかねやっぱり。それもあると思いますよ、うん、だって絶対音の調律はしてるじゃないですかこれ。はい、はい、そうですね。その走行音とか外の音とか、うん、エンジンの音とか、はい、はい、
何にも計算されてないでたまたまこの音とか聞こえちゃったっていうのは絶対ないと思うんですよ。絶対ないですね、はい、だそこにもうメーカーの違いが明確に出てますよね。そうですね、確かに。うわー、回したいです。回したいね。わー、商品車なんて、うん、もうプーって走らせていただくだけで、はい、いやーこれは最高だわ、うん、ちょっと久しぶりにもう感動級っすよ。本当、はあ、これはすごい。まあもちろんその何ていうんですか、音で言ったら、うん、もっとこう何ですか、突き抜けちゃうような音ってあるじゃないですか。はい、はあ、それこそ12の甲高い音とか、うんうんうん、だそれは持ち合わせてなくても、うん、もうなんかちゃんとその走る楽しさもそうだし、うんうん、この演出だったりとかっていうのも、もう究極っすねこれは、うん、なんかもう最近の車もう軒並み音静かになっちゃってるじゃないですか。はい、だやっぱり音大事だと思うんですよね、うん、いや最近僕思ったんですよ、はい、この音に関しては、うん、まあ、フェラーリなんか当然ですけど、うん、もうメーカーも、うん、その感性の部分で、うん、やっぱりこう必要だなって、うん、分かってるわけじゃないですか、はいはい、でこの間あそういえばと思って気づいたんですけど、うん、あの AMG でパドル両引きして、うん、ブーンってなるやつあるじゃないですか、うん、ありますね。あれエモーショナルスタートって言うじゃないですか、はい、エモーショナルってもう自分で言ってるじゃんって。確かに、メーカーが。確かに、はい、なのになんか PHEV になってもなんかその、うん、エモーショナルなどうのこうのみたいな、ちょっとその、うんうんうん、はい、乗り手の感性がどうのどうこうみたいな結構書かれてたりするじゃないですか、うん、いや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 って、うん、はい、自分たちで数年前までエモーショナルってこれうーんがエモーショナルって言ってたのに、はい、それがなくてもみたいな。そうですね、まあそこは大人の事情なんで。いやメーカーもねジレンマがすごいと思いますよ。ですよね、うん、特にこういうスポーツカーメーカーはそうじゃないんだよってみんな言いたいと思うんだよね、働いてる人たちも。本当はどうなるのか今後。いやー、うん、もう完璧なんだよな、なんかこのミラーから見るこのリアのダクトもそうだし、ね、本当だね、室内のこのインテリア越しのこの外の視界もそうだし、うん、だってこれ新車で買える人が一番すごいと思うんですよ。すごいっていうか幸せだと思う。幸せですよね。もうそのディーラーに行って注文して、うん、その出来上がるところも全部連絡来るじゃないですか、はい、今この状態ですよみたいな、うん、はい、で出荷されたらこの辺にあってみたいな、はいはい、そこからもうなんかこうずっと車を楽しめるってすごくないですか。そう、ずっとワクワクが止まらない状況になってますよね。だから注文してから手放すまで全部こう、うん、フェラーリの世界観が楽しめるみたいな、うん、だもちろんその中古だとそれすっ飛ばして、はい、乗るとこからスタートですけど、はい、いやそれでもこれは所有するだけでもいや、うん、恵まれているというか、もう本当に誰でも所有できるってもんではないので。そしてこの走りのこの感動っぷりにはびっくりしました、はい、僕はあのツッチーの感動ぶりにびっくりしました。いやこれすごい本当に。いや各メーカースペシャルモデルってやっぱりそのメーカーのやりたいことが多分詰まってるじゃないですか。はい、だからあの各メーカーすごいなって思うんですけど、うん、フェラーリのスペシャルモデルってあんまり乗らせていただく機会ないんで、うんうんうん、数少ない経験なんですけどめちゃくちゃ感動しました、うん、いや本当勉強になったっす。いいですね、ありがとうございます。とんでもないです。じゃあ最後になりますけども、はい、江塚さん僕の直球の感想いいですか。いいですよ、これはぜひ、うん、あの乗っていただきたい。そうですね、うん、やっぱり車が車なんで結構こう走行距離気にされて乗られる方が圧倒的だと思うんですよ、うん、ただやっぱりこれはしっかり乗っていただくっていうのが一番いいのかなと。そうですね、なんかいろいろこう何ですか、車のこの評価としていろんなこと書かれてると思うんですけど、悪いはずがないんですよ。悪いはずがないんですけど、どういいのかとかやっぱりこう実際の
リアルに触れていただかないとわからないし、僕らもちょっと30分とか試乗しただけじゃつかみきれないじゃないですか。もうちょっとした感覚、上辺だけの感覚しか言えないので何とも言えないんで、ぜひ所有していただきたいですね。でもしっかり距離乗っていただきたいって思いました。本当ですね。とはいえやっぱりこう走行距離ってこの手の車って、はい、やっぱりその買取価格だったり市場価格にすごく影響大きいじゃないですか、はい、なのでその辺もご相談いただければ、うん、はい、まあ、どういう運用の仕方、うん、まあ、どのぐらいの距離だとこのぐらいになりそうですよなんていう相談も土方店長できますよね。はい、はい、なのでぜひご相談ください、はい、というわけで今回はフェラーリ488ピスタをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。